皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムパート63やっていきましょう。今回も前回に引き続きゾーラの里のミニチャレンジの方を進めていければと思います。そう、前回水の神殿をなんとかクリアしまして、ちょこちょこミニチャレンジは進めていたんですけども、まだクリアしていないのがこちらゾーラ族の誉れ降臨の槍ということで、そう前作のブレスオブザワイルドでも結構レアな武器だった降臨の槍、今回はゾーラの槍とダイヤモンド3個、そして火打ち石5個で作ることができるみたいです。ダイヤモンド3個と火打ち石5個はあるんですけど、ゾーラの槍がないんですよね。これを見つけつつ、またいろんなミニチャレンジ受けていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで、あとはミニチャレンジありませんか？ありました、フィネッタラ、あ、リンリンちょっと聞いてよ。あ、リンリンって呼んでくる子でしたか。娘のフィネと一緒に宿の本棚を整理していたら、すっごい昔の古文書を見つけたの。その古文書にはこうあったわ。昔々ターム岬にありがたい石を祀ったありがたい祠があったぞら。おっと、久しぶりの祠チャレンジか。それはもうありがたくて仕方のないすんばらしい祠だったぞら。ね、見るからに古文書っぽいでしょ。ちょっと怪しいけど、まあまあまあ、そうなんじゃないでしょう。リンリンなら分かってくれると思った。これはおそらく私のヒー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 、そのまたきっとヒーおじいちゃんが残したもの。え、ゾーラ族ってただでさえめちゃくちゃ寿命長いんですけど、それのヒー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 なの？ありがたいって書いてあるし、そこにすごいお宝が眠っているかも。娘のフィネなんかこれを読んだ途端に宝探しに行ってくるって、お友達の笹野くんを引っ張って里を飛び出して行っちゃったもの。あ、笹野くんね。あの子ったら笹野くんが絡むと強引になるところがあるから少し心配なのよね。ターム岬は里のずっと南東にあって結構遠いし、無事にたどり着けるかしら。お、あれ、祠チャレンジじゃないの？ミニチャレンジだ。まあまあまあ、これは頑張って進めましょうか。そしてあなたはカーティーさん、これはこれはリンク様、里を救っていただきありがとうございました。娘のフィネはハイリア人の友達の笹野くんが姿を見せないととても心配していましたが、ヘドロが消えたおかげで笹野くんは無事に里へとたどり着きました。お、こんなところでも人助けをしていたんですね、リンクは。これには娘も大喜びでして、早速2人でどこかへ出かけたようですよ。いや、娘が元気になってくれて一安心です。ヘドロが消えて本当に良かった。おっと、すみません、私事で。さあ、仕事仕事。あ、大丈夫です、魚の寝屋は。はいウォーターベッドもあるみたいですけど、まあ今はいいや。うわー、雨降ってきた。まあまあまあ、ゾーラ族の人たちは雨が降ってもね、建物の中に入ったりはしないので、それは安心ではありますが、あと、あ、マックスサーモンある。ちょっと買っておきたいよね、80ルピーだけど。よーし、ありがとう。そして、いやー、もうあるじゃないですか。結構、いや、いっぱい入ってくるね、ゾーラの里。はい、これも全部買いますそう、矢はあればあっただけいいですからね。あとは特にミニチャレンジはありませんかね。雨天でも異常なし、それは良かった。こういうなんか普通のルートのところにも人がいたりすると思いますけども、特にないか。ないですね。一応シド王子がいるところ、シド王子じゃねえや、もうシド王なんだシド王がいる、そっちも向かってみましょうか。お、どうした、トルフォンさん、大丈夫？ミニチャレンジじゃないんだったら話しかけないでそれはそれで辛雑な気がしますけども、こんにちは。お、ちょっとあるじゃないですか、シド。おー、リンク、いいところに来たぞ。これはゼルダ姫の手がかりではないんだが、ゾーラ王族ゆかりの書物を整理していたら気になる記述を見つけてな。どうやら秘宝に関する記述のようなんだが、興味はあるか、リンク？いや、もう興味しかない母そうこなくっちゃな。早速だが、その文献にはこういう一節があったんだ。悠久の守護者たる大いなる魚、その大蔵の真下に秘宝は眠る。悠久の守護者たる大いなる魚、なんだ。大蔵へと続く長き橋の下、恐れを捨て2つの落水をくぐりし者に秘宝を授けられん。ほう、なんだなんだなんだ、どうだ、まるで宝探しみたいだろう。まあ、あまりにも古い書物だったから、そのような宝が本当にあるかは眉唾ものだが、真実なら君の役に立つかもしれん。気になったら調べてみてくれ。わかりました、じゃあ調べるね。ドレファン王とかは、あとは特にないか。ムズリどこ行った？あれ、
むずあてかゾーラの兜そういえば見つけましたよひふみさん、先の戦いで用いられたゾーラの兜は損傷が激しく修復できませんでした。だからこそヨナ様が見つけられた情報にリンク様へご恩を返す糸口が自力で見つけましたよあ、リンク様私たちにご用ですかって、ほら被ってるよ。リンク様が被ってるそれはゾーラの兜ではないですか。そう前回ね、あの場所だけ教えてくれたんですよ。まさか空に浮かぶ魚の形をした島に隠されていたなんて。ゾーラの兜は空の上でしたか。それじゃあ花から私たちには無理でしたね。リンク様のおかげで私たちが兜をお渡ししたのと同じ結果になったわけで、これでようやくイムの長いお説教もひふみ、あ終わってないみたいよ。リンク様への恩返しのはずがご本人の手を煩わせるなど、本来私たちは反省して叱るべきです。なのにそのニヤニヤ顔は何ですか。あなたには今一度侍従としてのあり方を再教育する必要があるようですね。あ、それくらいにしてあげて。やっとお説教が終わると思ったのに。黙らっしゃい、今日という今日は許しませんからね。そんな一生終わんないぞこのお説教。ということで、とりあえずじゃあちょっとシドが、あ、もう結構あるなミニチャレンジ、忘れられんぞら。何の話、セゴンさん。おお、リンクか、ついにシド王の御用となったな。まずはめでたいぞら。ミファン様がご存命であったならなんと言ってお喜びになったぞらか。本当だよね。いや、ミファーのことを思うと今でもちょっと心が痛いですけども、はあ、今でもわしのまぶたに焼き付いておるのは降臨の槍を携え月光に照らされながら微笑むミファー様のお姿。思わず息が詰まるようなこの世のものとは思えぬ美しさだったぞらよ。いやいやいや、MK さんも見たかったな。もうちょっと叶うことなら月下に佇むミファー様を一目見たいものぞらな。え、これ写真持ってこいってやつでは違う。だとしたら撮ってるんじゃない MK さん。どうしたお主、何かわしに見せたいものでもあるぞら。ちょうど MK さんも同じ気持ちで撮ってるよ写真を。ほらすごくない。ちょっと運命じゃない。んこれはわしのまぶたに焼き付いたミファー様そのものぞら。よく撮ってたな私。ああ、なんという美しさぞら。二度と見られるのはずの光景をよくぞ再びわしのこの目に。せめてもの礼にリンクよ、このゾーラの剣を受け取ってほしいぞら。待って、ゾーラの槍が欲しいんだ。ちょっと待って、ゾーラのゾーラの剣か、槍が欲しいんですよ。っていうかもう捨てるのがねえな。コログの鼻打ちは使う、いやこの辺もいらないか。 いやでもいる。ルビーの剣はいらない、これ捨てよう。はい、ゾーラの剣もらいましょう。12か、まあいいですけど、おかげで曇天に光が差した時のように清々しい気分ぞら。時代が変わろうともこのセゴン、ゾーラ王家の指導王の中心ぞら。はあ、よかったです。はっはあ、エラを正す良い機会になったぞら。エラを正すなんかゾーラ族ってみんなこういうこと言うよね。このゾーラことわざというか、なんかエラとかヒレとかさ、そういうのをこうことわざに置き換えて言いますよね。こんなもんかミニチャレンジ。なんかまだありそうな気もするけど、とりあえず一旦冒険に出ましょうか。MK さんがやってないのが、ありがたいお宝、大いなる魚の下に眠る秘宝。まずこれ行こうか。悠久の守護者たる大いなる魚、その大蔵の真下に秘宝は眠る。大蔵へと続く長き橋の下、恐れを捨て、二つの落水をくぐりし者に秘宝を授けられん。まあ普通に考えたら、空島のこれだよな。これの下って、でここか？待てよ、ぽいな、ここだな。オッケー、行きましょう。だとするとこの辺から行くのが早いか。じゃあ水の神殿、いやこれでいいな、イゴジョンの祠、こちらに飛んでいきましょう。悠久の魚、いや考えられないけどな、それ以外には。でも橋の下とか書いてんだよな。橋の下？ん？橋はないように見えるけども、まあとりあえず行くだけ行ってみよう。何か違う発見もあることでしょう。まだあの真下行ってないですからね。そしてさ、目の前に見えるさ、それも気になんだよな。これ多分ダイビングするミニチャレンジなんですよ。やってないんすよね。でこの下ですか？違うな、若干こっち側。あーたたたたたた、橋の下。待てよ、この辺って来てるっけ？大前提来てない、あ、来てないかも。
だったらこの辺も一旦巡ろうか。はい、宝箱が一つありましたが、ほい、中には何が入っているんでしょうか。ちょっと今指導一瞬起動させちゃった。放水中、まあいらないな放水中、あ、マックスバス、マックスサーモンいるんじゃね。いないか。前回ね、お嫁さんがこの辺でマックスサーモン見つけたりしていたんですけども、オッケーナイス、倒す、せっかくだから。待てよ、ここで、はい、おら、おい、いって、ちょ、強いって、おら、おら、まあいいよ、おら、オッケー、待て、ちょ待て、これ、多分耐えれない、あっぶね、ちょっとこれはね、耐えれないんすよ、一旦これ食べて、ほら、強いよね、めちゃくちゃ、おら、オッケーいいよ、で、一体は倒してる、君か、わ、ナイス、ユンボ、シドナイスよ、シドもユンボもナイス、これ、賢者がいた方がやっぱり、攻撃はいいね、いっぱいで。で、ハイゾのエネルギーあたりを拾って、外には落とすな。そこだけ気つけてくれ。ナイスよ。で、ここを。おら、くそ。待て、また盾を取りに行ったな。ルージュちゃんもナイスよ。おら。おら。あ、落とすな、落とすな。こっちからぐるっと回って。待って、これさ、シド王子のさ、これつければさ、威力倍になるわ。ここで。おら。おら。オッケー。いいよ、この調子。うわ、ジャンプの制御がめちゃくちゃ効かない。はいはい、オッケー。で、特徴の、特徴、特等か、特等のね、アイテムもこれでゲットすることができますと。こんなもんか。そしたらまたここにピンを立てまして、向かっていきましょうか。橋の下、この辺りは関係ないよな、多分ね。関係あったらちょっとわからんけど多分関係ないと思いますけどね。宝箱、あそこ宝箱がまさにありそうですけど、取ってる、あれ取ってない、あれなんもないか。なんかありそうな気がしましたけどね、そこ。そしたら、はい、真下が魚の島、橋の下って言ってたよな。この下に橋がある、なくないか。この辺だよな。待て待て待て、もう一回読もうか。冒険手帳で、悠久の守護者たる大いなる魚、真下に秘宝は眠る。長き橋の下、恐れを捨て、二つの落水をくぐりし、物に秘宝を授けられ。橋なんてないぞ。ん？待て、あ、いや違うか。橋っぽいけど、ただのあれだな。ん？なくね、あ、ないけど何かはあるぞ。何かはあった。これ何？コログではない、コログではないか。え、この下、あ、なんかある。わあ、でもそれ関係ないな。カバンダさんいる？カバンダさんがいないんだったらさらに関係ないんだけど、ここ。え、でもさ、宝箱はあるものの何も、え、何もないのか。本当か、なんか怪しくない？これ一個だけってことは考えられないんだけどな。はい、とりあえず中を開けてみましょう。ほい。お、ゾーラの剣なんだよな。剣じゃないんだよ。槍が欲しいんだ、槍が。ゾーラの剣か。槍はないのか。ちょっとこの、お、なんか光ってね、そこだけ。気のせいか。一旦ちょっと進んでみましょうか。これ何？どこ？あ、貯水湖のあたり？いや、光ってるってか、上昇気流だな。あ、あれがあった。コログがあった。とりあえずコログ、上昇気流だね、ここ。コログやっとくか。これ、抜くんだよね。おい、でもウルトラハンドじゃ抜けないんだよな。だから何かしらの、何かしらで勢いをつけて抜かないといけないんですけども、ロケットがちょうどないよ、一つも。ロケットがないんですよ。ウルトラハンドじゃ抜けないんだよな、いつも。気球で引っ張ってみる？そんなんで抜けるかな？これで。ちょっと何やってんの？なんかこの辺りの、いや、ビタロックとかがあれば正直一発なんだけど、ビタロックがないんすよ、今作は。うわ、待って、これもう、落としちゃったわ。それ届かないでしょ。これ。もうなんでこの距離届かないんだよ。一個無駄にしたじゃん。あれ？あ、出た、出た。危ない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 。オッケー、いいよ。で、これを、ここに、つけて、危ない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 。ちょ。で、いや、合ってる？これ。なんか違くない？もっとさ、いいやり方があると思うんだけど。
はい、くっついた。でここに下流の頭もつける。いやこんなさ、こんなさ、ゾナウギアさいっぱい消費するわけないよ。コログでなんかやり方あるんだって。おい、これで上方向にしたら抜けるか。こうしてこうしてこう、ほら上行け、上抜け抜け抜け、オッケー。いや絶対もっといい方法あるな。まあ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 、これ抜けた後は無限に上行く。あーバイバイとりあえず上行っちゃいましたけども、あ落ちてきた。なんかあるんじゃねえのこの辺りも。上昇気流、その黒い岩は何。あ、洞窟だ。待てよ、これもだよな。おれおれ、火打ち石。ちょ待って、ユンボーの出番だ。ユンボー、違う違う違うルージュちゃん、あルージュちゃんでもいいんだよな正直。ほらどう、うん、夜光石、夜光石、大量の夜光石って感じか。はい、全部壊しても特に何もなし。まあとりあえず洞窟探索しましょうか。はい、発見、ウルラ渓谷南の洞窟。うわ結構広い感じ。ゾーラの剣ない、それだけ MK さん今欲しいんだけど。はい、ちょっと邪魔だな賢者賢者いるとさ、狭い画面でめちゃくちゃ邪魔なんだけど。ユンボ、ちょユンボユンボユンボ、賢者4人多いな。ユンボアタック、ほらオッケー。これで、あもうちょっとだけだけど、ほらオッケー。特に何もなし。なんかさ、ぶっ飛んじゃってんのか消えちゃってんのかわかんないんだけど、夜光石ぶっ飛んだ。あんまりユンボーでこういうの壊さない方がいいのか。はい、琥珀2つゲット。ユンボー、こういうのは壊しちゃっていいけどね。あーもう一発いける。ユンボー結構回復時間かかんだよな。ユンボーもう一発。はい、溜まったところで、おいどうだ、オッケーナイス。なんか広くね。待てよ、広いってことはボスがいるんじゃないかと思っちゃうんだけど。え、うわ、岩ロックだわ。岩ロックだな。まあ、一旦岩ロック行くか。頑張りガニめっちゃいるやん。頑張りガニは頑張りゲージ回復に使うから、いたらいただけ集めるけど。で、岩ロックね。はい、やるよ。最初から上登ろう。はい、こう来て、こう来て。夜行岩ロックね。ここで、待て待て。回転切りします。回転切りがいい。回転切りがいいよ、リンク。1、2、3、4、5、6、7、危ない。まあ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 。岩ロックはこの倒し方でもいけちゃうから。えい、この岩ロックの BGM 好き。前作からもそうだけど。あ、嘘、今当た、いや、今当た、ちょ、今、大体、いったいや、すぐに倒さないとこういうことになるんだよ。もうあんまりね、回復のやつない。これ使っちゃおう、別にあってもしょうがないから。で、まあいいや、こんなもんでいいか。で、ちょっと待てよ。落ち着け。そこ。ピュン、ナイス。やっぱ夜光石大量にあるな。どっかに迷いもいるはずだから、その辺もしっかり探していきますか。1、2、3、4、5、オッケー。あ、ちょっと待って、壊れそう。まあまあまあ、今のでまたゲットできるけどさ。頑張りガニ欲しいよ。頑張りガニいすぎじゃない頑張り系で言うと一番手に入りやすいのでは、頑張りガニって。で、あー特にレアな鉱石はなしと。はい、頑張りガニ欲しいよあなたたち。はい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 、あんまり足も速くなくて助かるね。で、なんかにつけたいけれど、まあこれにつけるか。はい、これにウルトラハンドじゃない、スクラビルドでつけていく。33だけどこれ倍になるから、水ってね。だからまあ66にはなるな。その上壊す必要あるかな。一応やる。ほら、ダン。迷いが、いやー、穴とか開いてれば壊す必要あったんだけど、開いてなかったな。シンプルに爆弾岩1個と夜光石とか火打ち石のトレードは、あまりいいトレードじゃない。この上は？いないな。穴が開いてるんじゃねえかと思っちゃうんだよ。夜光石って売ったらいくつだっけ？忘れちった。前作だとダイヤモンドと交換してくれるモブがいたりしたんですけども、はい。拾いまして、ユンボ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 、どれ、いた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 。ちょ、君たちさ、もうちょっと色分けてくんねえかなみんな、水色でちょっと分かりづらいんだわ。赤とか、なんか色変えてもらった方が分かりやすいと思うんですけど、次のアップデートでどうでしょうか、任天堂さん。これ、色変えた方がいいと思うよ、英傑の。いや、でも見づらいのかな。そんなシンプルなことは、任天堂だって分かってるよな。だから、
多分やってみて思ったよりも見づらかったんでしょう、それが。で、統一した方が見やすいっていう結論なんだろうな。はい、迷いの落とし物ゲット。で、これで11個目。そろそろコルテンのところに行ってもいいような気はしますが、とりあえずこれでここの祠は、祠じゃねえや、洞窟は終わりか。じゃあ来てよ。はい、これ結構上まで行くんじゃない。はい、通れルーフで上までガーッと進んで、あーなるほど、さっきのあたりか。ちょっとこのあたり探索してみる、せっかくだから。そうだね、あんまり来ないし、この辺。あー、この辺か。前作もあったな。前作だとさ、その辺の壁にさ、祠の入り口があったんだけど消えてるね。ってことは違うんだ。変わっ、あー、あったな、このビタロックでぶっ飛ばすやつ。あの辺に入り口があったんだよ。でもさ、地形自体は残ってるのでは。下から、いやー、消えちゃったのかな。消えちゃったってことにしよう。なんか杭があるけど、何この意味深な杭。何かに使う、何この杭。待って、ほこら反応してる今。え、ほこら反応してんな。どこだ、下か。うわ、待って、あれだわ、あのあれだ、ブラッティームーンだ。ブラッティームーンいって、今鍋とか近くにないから。うお、何これ、誰かいる。学校ってどっち。ちょっと待って、ブラッティームーン終わってから話しかけるか。そうしないとわけわかんなくなるよな。一旦ちょっとゼルダのセリフを流しましょう。ちょ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 、怖い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 。学校ってどっちとか言ってる場合じゃないし、この辺に学校はなくないか。はい、わかりました。ちょっとゼルダさんすいません、あの時短で。一旦ちょっと時短でお願いします。はい、尺も限られてるので、実況ので。あれ、果ての村ってこっちじゃなかったっけ。全然違うな、下だな。せっかくゲルドの人に作り方を教えてもらって、いっぱい作った砂ざらしのぬいぐるみ、果ての学校の子供たちに配りに行きたいのに。ぬいぐるみ喜んでくれるといいな。でも私顔怖いってよく言われるし、まあちょっと怖いかな。あ、そうだ、笑顔で渡せるように練習しておこっと。何？こんばんは、砂ざらしのお姉さんだよ。ちょっと普通すぎるかな。じゃあ、はい、こんばんざらし、みんな元気ざらし。あ、いいんじゃない。うー、はずい。でも子供たちの笑顔のためには。何してんの。うわー、うわー、びっくりした。ちょっと、砂、あ、嘘、私が悪いのか。人形がどっか行っちゃった。びっくりした、ちょっと驚かさないでよ。下行っちゃった。ああ、砂ざらしのぬいぐるみが散らばっちゃってる。せっかく頑張って10個も作ったのに、これ全部私一人で拾い集めんの。いいよ、手伝うよ。え、手伝ってくれんの。じゃあ荷台の上まで運んできてくんない。そうだ、10個全部運んでくれたらバイト代出してあげるよ。せっかく手伝ってくれんなら、一つ残らず全部やってほしいって感じ。はい、わかりました。あ、荷台ってこれね、荷台の上からこぼれ落ちないように積んでね。わかりました。あと私待ちたくないから、適当に時間計るね。あ、ちょ待て、ん、こっそり猫ババしちゃおうとか思ってない？大丈夫？ちゃんと運んでくれたらバイト代に入れて返すからさ。預かり金として20、やるよ。じゃあ、お、サンキュー、運ぶの得意って感じ。いいね。これ20ルピーで、終わった後50ルピーぐらい買って帰ってこないと割り合わないからな。全部で10個ね。行きましょう、早速よろ。まず下に落ちたよな、ほとんど。うわー、これ直でさ、届くかな、これ。いやー、これなんか作った方がいいっすね、坂道を。まず、うわ、しかも3分しかねえの。ちょ、落ち着け落ち着け。こうして、ここに、はい、立て、あー、ちょちょ、下手下手下手。一旦これつけよう。はい、つけて、これをこうだな。よしよしよし、あ、いい感じいい感じ。で、これさ、くっつきます、この子たち。あ、くっつくね。一気にいこう。3、4、で、5、を、で、6、6、とりあえず。あとは、さらに下行っちゃった？それはない？それはないか。とりあえず6個。あと上にあるんじゃないか。これを持ってきて、これくっついたままでいいですか？くっついたままだとダメ？はい。あ、ちょちょちょ、あ、なるほどね。そこに置くときに離れ離れになっちゃうんだ。で、これで4、はい、で、5、で、これで6、あと4個だな。どこ行った？あ、あったあったあった、そっちだそっちだ。2つ3つあったよ。あ、4個ある4個ある。
これも一気にいきましょう。これをくっつけて、もう深夜に何をやっとるんだ今深夜の1時だぞ、このゼルダの時間で言うと。おい、深夜に砂ざらし集めて、ほいほいほい、これで全部ね。これ残り時間は関係ないよね、そこは無視するよ。上に乗せて、はい、10個。どうですか、結構早かったと思うけど。嘘、もう全部集め終わったの、早でしょ3分ってなかなか難しかったぞ。サンキュー、お疲れ。この時間で全部運んじゃうとかすごくない？はい、これバイト代、預かり金も込みたよ。おお、あ、だったらもういいっすわ。私今笑顔の、いや違くて、その とにかくちょっと忙しくてさ、そっとしといてよ、じゃあね。おお、なかなかいいイベントでしたねだって20ルピー払って100ルピー返ってきたから80ルピーの儲けだから、いいんじゃない、いいんじゃない。さっきマックスバスとか買った分って感じだね。マックスサーモンか。まあそれはいいとして、待て、祠の反応があるんだよ。こっち、こっちだな、こっちだ。進みましょう。うわ、下って言われそう。大丈夫？これ洞窟の中とかにあるパターンだったらさ、下なのでは。ほいほい、あ、やばい、間に合いますか、リンクさん。ちょっと無茶したな。一旦降りよっか。一旦降りて、3周全部回復してから、登っていきましょう。おい。おい。普通に地上にある祠だといいんですけど。はい。はい。ん？はや、下、おらね、下って言われる。下なんですよ、こういう時、大体。どっから入るんだ？この辺から入るのか、こっち側から入るのかの二択なんだが、普通に考えたらこっちだよな。ちょっと行ってみるね。多分ね、そこの下なんだよ。うわー、マジか。いや、そうだよな、前作祠があった場所だから、今回もなんか仕込むわな。こう来て、洞窟の入り口があるのでは？違う？降りて、うん、ほらね、ここだよ。おい、中入っていきましょう。こんにちは。ホラブリンを叩いていく。ウルラ渓谷東の洞窟。ちょっと待てよ。一旦弓が壊れたので、ゾナニウムのやつじゃない方がいいな。これにしよう。速射がついてる。うわ、やべ。ピュン、ナイスよ。ほら、ほら、ほら、のー、ほら。結構ホラブリンの角がさ、強いから、もらえるんだったらもらっとこうぜ。おい、オッケー。白銀もいるよ。白銀。待てよ。白銀逃げんな、もう白銀逃げんな、もったいないから。はい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 、ホラブリンの角とかもしっかり拾って、ボヨン持ってんな、ボヨン弓持って、ボヨン槍持ってんな。待てよ、ピュン、ナイスよ。でここ後ろから、オラ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 、もう賢者でもう集団で倒しちゃってるけど、ごめんなさいね。はいはいの、はいで、はいはいはいの、はい、いくぞ、はいはいはいの。おい、なんか強いな、さすが。はい、これで、あ、そっか、これ手に入んのか、白銀ホラブリンの角。これ結構スクラビルド素材として優秀なんで、もらえる時にもらっておきましょう。で、また頑張りガニ、頑張りガニ、あ、レア交渉。うわ、ヒノックスいるわ。結構ね、広い洞窟は、うわ、今レア交渉だったよね。なん、あ、ダイマックストリフ、ありがとう。何も出なかったんか。ヒノックスか。まあ、いきますか。やるしかないですね。はい、こんにちは、ヒノックスさん、遊びに来ましたよ。あなた片方にすね当てついてるんで、その、あ、これミスったな。待って、 ルージュちゃんかなんか一回使った方が良かったかもしんないけど、両手剣の方が使いやすいので、両手剣これにするか。もう壊れそうなんだよな。はい、これでぐるぐるぐる、あー、壊れたすぐ壊れる。これ使います。これで、ほら、はい、ぐるぐるぐる、強い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 、このままいっちゃえ、オッケーまあ黒ひのもこんなもんよ。そして、お、王家の弓47、超強いじゃん。で、王家の剣、ゾーラの槍が欲しいんだけどね、本当は。で、青ひの、あ、今青か、黒に見えたわ。19ね。はい。で、焼きます。で、焼きバス。一応分かれてんだな。ヒノックス系のアイテムも拾いまして、王家の槍はいらんな。はい。明かり花の種。で、待てよ。こっち方向か。待て、あ、なんかあった。いや、あれ夜光石だな。うわ、結構広いぞ、これ。一旦さ、
一個一個潰すっていう意味では、手前にも、うわ、なんだ、どっちから来た今。こっちから来たのか。うわ、迷いいた。わかんなくなる前に迷いだけやっておこうか。はい、火打ち石、琥珀。迷い。また変なところにいたね、君も。これで、ピュン、ナイス。速射ついてると、ちょっとこの辺やりやすいね。で、火打ち石の、あ、いや、夜光石のこれも壊して、迷いの落とし物ゲット。いや、そろそろコルテンのとこ行きてえな、本当に。巨大な明かり花。あ、なるほど。ぐるっと一周したのか。そして待って、さっきのそれもらってないわ。もらいに行ってもいいですか。トーレルーフで、おい。あー、言うてかな。巨大な種と、獣肉ぐらいかも、ありがたいのは。で、そこは今通ってきた場所だから関係なし。で、ヒノックスがここにいて、こっち側通ってないのか、一応。あ、宝箱ありました。これももらっておきましょう。ヒノックスと戦う時に使えっていう意味では、いいものが入ってるかも。王家の剣、耐久アップか。まあ、普通の剣よっか。うわ、これも耐久アップ。あ、これラッシュ強力。いや、でも耐久、あ、違う。耐久アップついてんのだ。同じだ。同じものなんで、取り替えましょう。はい。そしたら、こっちだけか。ってことは進んでないルートは。ライクライク無視するよ。別にね、ライクライクはね、そんなにね、いいもの落としたりしない。あ、え？ちょっと待て。その祠か。反応してたのは、わ。何その崖際の祠。意味わかんないんだけど。なんで崖際祠があるの？こんにちは。来ましたよ。祝福では？ガタニシシの祠。いや、祝福ではないか。洞窟のね、中にあるやつは大体祝福なんだけど、洞窟の外は祝福じゃないだろうな。はい。っていうか、これゾーラのミニチャレンジとか全然関係ないところなんだけど。あ、橋を渡ってて、ここか？おい、待て。シド王子が言ってたのってそこかもしれんな。押して戻して。なんだ、バネがついてる。ん？ウルトラハンドで？制御できるのはどこだ。なんだ、何を言ってるか分かんない。あー、そういうことね。うわ、びっくりした。これをん押す。これ、一回これキープ。一回キープ。どういうことだ。高いとこから落とすのか。高いとこから押して戻してでしょ。こういうことだよね。押して戻してだから、一旦これを橋の方まで持ってって、ここ、戻れこすんのかな？ここで、こうして、もっといけるな。こうして、こうしといて、で、これを戻れこすりゃいいんじゃない？ MK さんがいないときに。ほい。あ、リンク、それ、あ、それ無理なんだったら話変わってくるね。すげえ変なとこ着地した。宝箱とかねえの、ここ。ねえのか。トーレルーフで上戻ろう。もう、待て。戻れ子保存してるかな。これさ、ここで戻れ子すんじゃねえかと思ってんだけど、こうして、こうするでしょ。で、リンクがどうにか、あ、待て、これで。うわ、もうわかんない、そうなってくると。ちょっと待ってね。根本的になんか違うか。押して戻して。これ戻れっ子じゃないの？こうするでしょ？こうするでしょ？ほら、これでさ、リンクが戻れないんすよね。待てよ。ん？押して戻して。冷静に考えろ。一旦やってみよう。戻れっ子。で、こうして、上。そう。で、解除。で、こうなるよね。反動で上行くんじゃねえかと思ったけど、行かねえな。あ、宝箱そこにあるわ。待てよ。リンクが反動で上行ってくれるわけでもないよな。ここで、こうして。いや、この反動でリンクが上に行くんじゃねえかと思ったんだよ。違うね。ちょっと待って、一旦これ、落とすわ。何が起こってる？これ落として、上からまた出るよね。はい、リンクここ来る。こうなるでしょ？落ちる。押して戻して。押して戻して。
ん？みんなわかった？ MK さんだけわかってないの。戻る。ここで高いとこから落ちるんだよ。でも反動であれが上行くわけではないんだよな。だとするとこいつ自体を戻れ越して下にしといて、これで違うな。こいつ自体をさらに戻れ越して下にするでしょ。このバネ、おー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 おおおお、この取っ手は何？ここにリンクが立てってことなのか。違うな。ここにリンクが立てば上に上がると思ったんだけど、そういうわけではない。これで下がるだけ。これでさ、戻れこすればさ、ギューってなるでしょ。これで、お？なんか今、来た！そういうことだ。そういうことだが、リンクそこ登れないな。微妙にな。くっそ、もうちょっとなんだか。でも分かった分かった。何をしたいかは分かったわ。そういうことね。はい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 。戻れ子のタイミングなんだ。あ、鉄球つけれる。いらないか。はい。戻れ子で。これ、待てよ。これめちゃくちゃタイミングゲーじゃない？だとすると。ここにリンク乗って、いいよ、来い。ここで、こう来るだろ？で、ここで戻れ子でしょ？こいつにかけんで、あー違う！行っちゃうのか。待て、行っちゃうね。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと難しいね。ちょっと難しくない？合ってる？これやってること。これで、え、そんなさ、難しいことさせないと思うんだけど。そんな難しいことさせなくない？うわ、惜しい、今の。今の惜しい。今の超惜しい。今の超惜しかった。一回落ちよう。ちゃんと、あれだな、ゾーラの鱗みたいになってた、今。壁が。でも、そういうことでしょ？違うの？うわぁ、違う？みんな。MK さんが今やってることって違う？これさ、リンク立ってていいんだわ。ほい。で、これを、向こう側で受けないといけないんだ、リンクは。だから、ここで、ちょ、待って待って待って、危ない危ない危ない、痛い痛い痛い、ちょ、リンクばっか、もう、ちょっと待って、ゲームオーバーになる、ゲームオーバーになる。こんなことしてたら、こんなことしてたらゲームオーバーになるって。リンク、ちょ、一回体力回復だ。なんでゲームオーバーになるの？ほこらで。焼きガニじゃなくて、さっきなんか強いのあったよな。これだ。煮込み果実食べまして、まずここに立ってごちゃごちゃやれっていうのは正解。あー惜しい。今ので合ってるわ。そういうことね。来たタイミングで落とすんだ。で、これもういらないから、君、君もう突っかかっちゃってるから。次が来るから。早かったな今のは。だからパンって降りて、もうちょっとこの辺のタイミングじゃない？あー早いんだ、これでも。これでも早いね。もうちょっとしてからだわ。はい。戻れ子のタイミングさえ分かればいけるわ。この辺じゃない？こうして、こう。うわー、これでも早い。そして、もうこれいけるわ、勢い的に。とりあえず宝箱だけもらっちゃおう、一回。はい。ゾーラの槍がいいけど。ゾーラの槍がいいけど。爆弾花5個。爆弾花使うのか？使わないよな。うわ、惜しい、惜しい、惜しい。やってることめちゃくちゃ惜しいよ、さっきから。一旦これ戻して、もうちょいね、なんか早いんだよ、ちょっと。ちょっと早いんだ、いつも。この辺。いや、この辺だな。こうして、こう。はい、オッケー。いや、わかれば簡単なんだけどね。わかるまでが難かったね。そして、MK さんがそこに行けない。MK さんがそこに行けないから、それやめて。こうして、いける？いけないいけない。これじゃいけない。一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。で、戻れこして、はい、これで、ぐっと下がるよ、一回。あれ？下がるのが記憶にない。ああ、君がそこにいるから記憶がないんだよ。戻れこの記憶がないのよ。はい。次下がったらね。次これで、はい、ぐんと下がる。このやっぱ一番下がったとこで戻れこかけないとダメなので、これで、リンクはここにいていいんだ。こうして、ほい、オッケーナイスー。いいですね。いや、ちょっと、これ成功法だよね。もしかして今の成功法じゃないんだったら、ちょっとやり方教えて。
多分成功法だけど本当はこれですよっていうのがあったらコメント欄で MK さんに言ってくださいということで、3つ目か。お、体力回復ありがとう。あと一つ祝福の光どっかで見つけましょう。で、橋を渡ったって、こ、いやでも違うかな。あのね、もう一個怪しいと思ってるのはゾーラの里のさ、あれあるじゃん、ゾウみたいなやつ。このこれね、大いなる魚の下に眠る秘宝ね。これゾーラの里のさ、ど真ん前にあるさ、あの上にあるさ、でっけえ魚あるじゃん、あれの下なんじゃねえのっていうあの二つの落水を、いやなんかそんな気がしてきたな。これじゃないのでは。だってこう同じとこに何個も隠さないよね。でももう来ちゃったから、一旦このチクルン島とか全部やります。せっかく来たからさ。デイビとナクルンとアクルンとチクルンと、これ前回もあったんだよな。あ、大穴あるな。うわー、だとしたらこれ後だな。ちょっと地底は後にしたいから一旦戻ろう。はい、ワープマーカーで戻って、あの魚の真下ってことは本当にシド王子の真下っていう可能性ない？それ違ったらもうわからん。それ違ったら多分ここだわ。ここの橋だわ。橋って言わないけどな。あ、でも、まあ、かかってる、それが橋って言われたら橋だけど、二つの大橋。とりあえず真下に行ってみよう。そっからだ。多分何かしらあるでしょう。で、ゾーラの槍もあるでしょう。多分真下に。この下でしょ？橋をくぐりし。ほら。ここだと思うんだよね。違うかな。はい、頑張りガニゲット。あなたコログか。とりあえずコログもやっとこう。はい、オッケーまあこういう変なとこにあるやつはコログだわな。コログの実、はい、13個、ちょっと足りないけども。落水、落ち着け。冒険手帳、悠久の集団、滞在続く長き橋の下、恐れを捨て2つの落水をくぐりし者に宝珠授けられ。2回落ちるのか、ぽくない？そしてこの辺ってさ、なんかあるんじゃない？前作はね、結構武器が落ちてたりしたんだよ、この辺りって。いや、ねえな。あー、もうちょっと外れないとないのかもしんないけど、パッと見はないですね。よし、ちょっともう一回。いや、これ通れでいける？通れで、あ、いけちゃうはい、通れルーフで上に登って、で、この魚に続く2つの道からの落水だろ。ここのこういうところのね、ジャンプはね、前作もあったんですよ。で、2つの大きな橋っていうからには、あー、そこか。なるほど、これでは、これでは違うか。うわ、違う、臭いな。待って、全然違うか、もしかして考えてること。ここに続く2つの橋って冷静に考えたらこれとこれだよな。でも周りにもなんか飛び込むとこってあんだよな。一応普通に考えたらそうだろうって方行くか。でもさ、あ、下向いてるやついるな。そこから落ちろってことか。こんにちは、あなたは？セゴンさん。月下に佇むミファーの人でした。こっち、あ、誰かいる。いや、あの人もまた関係ないミニチャレンジ預けてきそうだな。あなた前回もいたよね、この辺の見張りで。ほらー、不届き者め。リンク様、里を救っていただき感謝してもしきれませんぞら。しかし、せっかくヘドロが消えたのに、不届き者が次から次へと。退治ケースか。どこ？上か。魔物空、東の貯水湖のさらに向こう、ジャーブ大地の北に砦を構えているのです。ヘドロ騒ぎにつけ込んで、全く不届きな連中空。倒すのね。真偽は不明ですが、ハイリア人が囚われているという噂もありますし、この里が狙われる可能性も考えると、のんびり見ているわけにはいきませんぞら。何か対策を立てねば。砦か。とりあえずそこ行く？とりあえずそこ行く？ちょっと、この大きな像のなんとかがわかんないから、向かってみましょうか。よし、行きましょう。まあ敵を倒すだけだったら MK さんもちゃちゃっといけますからね。ここ、あ、一応上に続く橋があるんだもんね。あったな、前作も。そう、前作ブレワイでもこの辺はありましたね。向かっていきましょう。ルッタがいたところではありますが、こんにちは。特に道中にコログとかはないか。
あの風船とかさ、どんぐりとかあったらコログだからね。ない、どんぐりが突っかかってるわけではないということで上まで登ってきまして、あ、誰かいるな。こんにちは。あなたも何かもしかして言ってくるタイプの人？うわーすげえすげえ滝。うわー、あなたもだ。どうしたものか。何？おー、リンク様、おかげさまで東の貯水湖も以前のように綺麗であります。嬉しくて久々に人泳ぎしたところ、素晴らしい石材を見つけましてね。ほう、石材？どれどれ。あの奥？ほら、あそこにある洞窟の中です。あの洞窟で取れる青い石材はどれも質が良いのですが、青い石材っていうのは、何の話？夜光石じゃなくて、これが重いのなんの。持って泳ごうにも重くて沈んでしまって、水の底で石を抱え、ヒレをジタバタするありさま。なんかして運ばないといけないのか？え？私？あの石材が一個でもあれば、ミファー公園の修繕がはかどるのに。ミファー公園の修繕って言われたらやるしかないな。ミファーちゃんのためだもんね。分かったよ、まずそれ行こうもう行きたいとこやりたいことがコロコロ変わるゲームなんですよ、本当このゼルダは。じゃあ上に進んで、とりあえずあの洞窟ね。で、洞窟ってことは迷いもいるだろうから、まあ迷いの落とし物もまたゲットできるでしょう。一石二鳥ではありますからね。っていうか、ゾナウの遺跡落ちてきすぎじゃね。東の貯水湖、ルッタがいた頃じゃなくてよかったね。ルッタにぶつかってルッタが壊れましたっつったらね、ミファーちゃんにちょっと顔向けできませんから。そして、え、これさ、待って、スピンアタックできる。オッケー、よいしょよいしょ。いや、意味ある加速の方がよくね。おいおい、これさ、一旦ちょっとどっか足場ねえの？足場、貯水湖ほとりの岩靴、石靴、ちょっと読み方が分かんないけど、ちょっと足場一回ください。ちょっとここで頑張り回復。ふうせっかくね、ゾーラの、あーらららら服で、スピンアタックできるようになったはいいけど、正直あんま使わないから、スピンアタックってな。まあこういう魚にスピンアタックすれば倒せたりするわけではないかそして、うわ、レア交渉迷いだ。一旦ここ行こう。ブレードで切る。で、迷いを倒す。オッケー。待って。なんか来るんじゃねえだろうな。大丈夫だな。迷いの落とし物ゲット。で、レア交渉。ちょっと今度こそダイヤモンドかなんか出てよ。いきます。ほら！うーわ、なんか普通、ちょっと運ないね。今日レア交渉めちゃくちゃ叩いてんのにさ、ダイヤモンドもルビーもサファイアも出ないんですけど。なんで？そんなことある？さらに先、青い石材ってのはどれよ？これ、あ、これのことか。1個でいいの？ん、アカルピーだ。え、他にもなんかあんの運べばないか。え、これでいいんだよね。じゃ、これ運ぶよ。1個でいいんでしょ。だったらなんか、ま、これ頑張りガニもらえる？あ、もらえ、あ、落とすのか。1回これなんかにつけて運べばいいよな。翼でいっか。翼に扇風機つけて、あれだね、向こう側まで運びましょうか。ゾナウギアから、翼、扇風機。はい。で、翼って浮くよね。こうして、はい。これを、まあ、つけて、ほい。これで、火事の取り方がいまいちあれですけど。ちょっとつかかっちゃった。あ、いけるんか、いけるんか、いけるんか。よしよし、乗れ乗れ乗れ、乗れ乗れ。ちょ、ゴロン、ちょ、ユンボ、ちょ、こい、いいか。ちょっと待って。ちょっと待ってね。全然思い通りに進んでくんない。ここで、ちょ、思い通りに進んでくんない？これ。こうして、待て、違う。こうです。はい。で、これで、操縦桿あった方がいいな、絶対に。はい。操縦桿出します、もはや。で、これを、つけて、これでいけるか？おい。よし。あ、いい。やっぱ操縦桿、ユンボ邪魔だな。ね、乗り物全部に乗ろうとしないでくんない？ユンボ。頼むからさ。あ、操縦桿。一旦後ろか？いや、後ろとかは無理なんよ。え？あ、積んではないはずだぞ。積んではないよな。この辺で一回ちょっと体勢立て直して、
これでもうちょっと翼自体がでけえのか。もうちょっとちっちゃい板材みたいなのをさ、お気に入りで登録しておくべきかもね。あ、てか飛び立てるんだこれ、このまま。あ、飛び立つのはギリ無理か。え、でもさ、扇風機の数増やせばいけそうじゃない？飛び立てる？あー、ちょっと岩が重いのかな。なんかうまいことやれば水面だったら飛び立てるんだね。ちょっと覚えておきました。あ、ごめんね別に引くつもりはなかったの。あ、若干飛んでね、若干飛んでね上方向に舵切ってんだけどさ、若干飛んでるよね。よし、これで1個持ってきたよ、とりあえず。あー、ごめん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 。これでいいんでしょ。ほら、これどうよ。おお、持ってきた持ってきた。青い石材ってこれのことでしょ。足ります。あ、石、そうそう、これこれこれであります。おお、石を、古本、嬉しさのあまり取り乱しましたが、ちょっと今奥田から狙われてるから話早めにね。もしかしてこの重い石運んできてくれたでありますか。もちろんですよ、ありがとうございます。これでミファー公園を修繕できるであります。リンク様、せめてものお礼としてぜひこちらをお受け取りください。え、ゾーラの紋章があしらわれた格調高い生地。あ、生地か。なんかちょこちょこ記事もらえんだよな。それでは早速修繕に向かうであります。あ、リンク様がいてくれて本当によかった、ありがとうございました。はい、ちょっとずっと魔物の声が。そしてまだある。これだったらさ、これで向かっちゃおうぜ。こうして、よし、行くぞ。ちょっと奥田がいるから、これで向かうわ。その、あ、飛べる？石がねえから今度飛べねえか。だとしたらこれで上上がっちゃった方が早いな、多分。おれい捨てていこう、あれは。ああ、あそこだ、魔物の拠点あったぞ。あれだな。はい、チューリで飛んで、まあ、あそこがあれか、魚の島か、前にあった。で、マキューズ半島があって、うわー、ちょっと待てよ、地上絵気になりませんこと地上絵、いやー、次回にするかとりあえず今回は、いや、時間あったら行ってみよう。とりあえず今回その下の魔物からだ。 MK さんが地上絵にうつつを抜かしているうちにね、ハイリア人が、囚われてるハイリア人がやられちゃうかもしれないから。はい、ここで、よし、行くぞ。うわー、見張りもいるな。どっから倒せばいいですか。見張りのやつも一応倒した方がいいですか。だとしたら見張りは見張りで倒しますけど。おーい、で、ちょっと昼にした方が良さそうじゃない。昼まで時間潰します。キャンプファイヤーしてんのかな、魔物たちも楽しそうにたまにハイリア人囚われてるからね。はい、うわ、雨降った、最悪、うわ、最悪。あ、でも逆にありか、雨が降ったならこの辺りが強くなるということか。逆にありでは。よし、逆にこれでいきましょう。こっちだ、うわ、いきなり白銀、ちょ、強い強いって。ちょ、待てよ、上から、いった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 、強い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 、オッケー。で、オラオラオラのオラ、待て、あー、壊れたの、しかもマジ、強くなって、いやー、でもあとねんだよ、あんまりゾーラにつけてるやつが。これか、一旦、お、上獣肉、おー、めちゃくちゃ落ちた、めちゃくちゃ落ちた、めちゃくちゃ落ちたけど、待って、暗いすぎ、リンク、ちょっと暗いすぎたな。ここは一旦、まあ、これ食べて、これ食べるか。で、これで調整。はい、オッケー。で、上から戦うのが得策じゃない。これ、あ、上からってか、こっから戦うのが得策じゃないから、上から行きます。はい。こちら登って、待て、今時間止まってるから周り見よう。あ、ほんとだ、ハイリア人が捕まってる。そこには白銀のボスボコブリンいんのが、ちょっとやだね。はい、オッケー、組み倒した。こっから、待て、投げてくるね。大岩投げてきてる。あぶね、あいつ。賢者がなんとかしてくんね。いいぞ、賢者。戦え、戦え。いって。ちょ、そんなことしてる場合じゃねえな。曲がったよ。こっから、ピュン。まず、青倒します。ピュン。で、黒か。ピュン。あ、そいつ、あれだ、岩だ。うわ。うわ、くそ。はい。なるほどね。岩のやつをまず、待て、落ち着け、落ち着け、落ち着け。これ、回転切りで向かっていく。ほい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 、いいよいいよいいよ、この調子この調子、はい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 、いいって、いいって、うっ、一発一発強くね、ちょ、強すぎ強すぎ、あいつ一発か、
だとしたらもうちょっとちゃんと考えないと。しかも全然食らってなかったな。まあいいよ、とりあえずやり直しな。また雨降ってる。うわ、そいつも倒したやんけ、さっき。おい、倒した判定じゃないんかい。で、とりあえずはまあこれだな。まあ、壊れるまではこれでいいけど、これすぐ壊れちゃうよな、今。待てよ。あ、オッケー、ナイス。いや、吹いてないだろ、ギリギリ。ギリギリ吹いてなくないか。おら、おら、おら、てか、一個も妖精ないんだっけ、今。それも頭に入ってなかったわ。一個も妖精ないのね。はい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 、マックスではあるが、落ち着け。これ、ラッシュかなんかちゃんと使った方がいいか。おら、待て待て待て。おら、おら、おらの、おら。で、いいよいいよいいよ。待て、白銀落とすなよ、ユンボ。落とすのが一番良くないから。ちゃんと素材は欲しいからね。で、この辺をしっかり拾います。ちょちょ、チューリチューリ、マジ暴発やめて。チューリの暴発やめて。チューリ暴発しちゃう。チューリの暴発が怖い。チューリ暴発、チューリが暴発すんのよ。なんで暴発すんの、チューリ。ここで上行って、賢者として戦ってくれるのは嬉しいんだけどさ、暴発したら意味ねえから。待てよ、ちょ、落ち着け。一旦青だけちゃちゃっと倒す。はい、オッケー、ナイス。で、待てよ、青を倒す、ナイス。で、こっからだな、問題は。強い、あー、なるほどね。ちょっと待てよ、一旦ここはなんかつけて攻撃したいところ。これつけてみようか。ピュン、ナイスよ。で、爆弾花使えば、あの下のさ、岩のやつ爆破で倒せるな。爆弾花使います。ここで、あのね、下にね、あの、あれ、いねえか。あれ、いねえかも。おれ、さっきいたんだけどな、あの爆発じゃねえと倒せねえやつ。いなくなっちゃった。ここで火炎の実使うか。これでピュン、火炎の実で、ピュン、火炎の実で、ピュン、ナイスよ。で、みんなが燃えてるところに、はい、ぐるぐる攻撃。待って、来てる来てる、危ない、マジで危ない。あいつだけ気ぃつけろ、マジで。あいつやばいわ。ここで待て、何、今何を攻撃した、よくわかんないよ。はい、で、君たち拾って、痛い。まあ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 、それくらいならいいよ。で、ほら、落ち着け。一体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 しっかり。はい、オッケー、一体倒したよ、また。で、オッケー、剣士の盾40強いね。これもらっておきましょう。で、この辺もしっかり拾う。ピュン、いいよいいよいいよ。で、防御アップがついてる。いやー、もうこれ向かってくのがね、あんま得意。待って、これ防具もちゃんとした方がいいね。もう風情をと思ってゾーラのあの服で着てんのが間違いだわ。ちゃんとした服で戦わねえとこいつら話にならん。わかったよ、本気出すわ。本気出すけど、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回ちょっとこれよりね、この討伐作戦からやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。来てるってもう。